All right, welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, where we are continuing our deep dive into this lab, man. Oh. I want to see if I can even beat this. Oh. It's surprising that it let me do that. One would assume that it wouldn't do that. That's a good thing, because I did need the recuperation. That took a lot out of us last time. I can still cook. What do you want to do? Did I seriously not pick up any more rest? I guess not. Don't have rest. Let's check the shop too. While we're here. Time sale! お買い得品だぞ! これお買い上げ玉何個欲しい役に立ててくれご利用サンクス これお買い上げ玉何個欲しい役に立ててくれ どれを売る? それでいいか? 誰のにするんだ? We do have some new weapons. Which, honestly speaking. これで装備するかお買い上げ玉誰のにするんだ?どれにするんだ? Secondary effect is a little bit less important. これ装備するかご利用サンクス。これ装備するかお買い上げ玉。 これで装備するかご利用誰のにするんだ? Pretty sure I ticked all the quests. Except for this one, which we'll go back another time and proceed. Okay. Let's get back in there. It is nice that I can still travel to the office, but we're clearly stuck here for now. Oh my god.
and you'll want to come back to the shadows in this dungeon. Oh god. Will phase even have existence like that? Shadow がいる。要注意だ。Oh, trust me, I am very much aware that there are shadows. いい位置だな。いつでも行けるぞ。何かあるよ。さあ、やるとするか。いただいていく。よし、やっちゃいましょう。消えろ。頼む。God, this thing is taking forever to reach here, isn't it? Well, I suppose it does go for a very long way. それじゃ行きましょうか。シャドウがいるよ。気をつけて。はっ。これが私の本気です。いいものがぶら下がってるな。あれを敵に落としたら。やりましょう。よっ。ノアールの気力はかなり消耗してる。注意してて。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。余裕だな。顔に書いてあるぞ。じゃあこの調子で行こうぜ。気力は少ないな。このまま進んで大丈夫か。Honestly, yes, it's probably fine. Is there any reason to be in there? よし、捉えた。Looks like there might be more. はっ、逃がしません。よし、やってしまおう。このままやっちゃおう。ヘルソナー。じゃあ、現地を踏み切り。さすがのワールだな。見事はありです。そろそろ打ち止めだ。一気に傾けてしまえ。楽な戦いだったわ。この調子でゴーだ。
That's unfortunate. Shadow がいるわ。気をつけて。ここからなら奇襲できるわね。行くわよ。オーケー、任せろ。やりましょう。終わりが近いな。片付けてしまおう。今のうちらの楽勝だね。よし、逃さん。ペルソナ惑わせ。ミラディ弱点に引き込む。頑張って。ノアル、敵は遠くまで。あっという間だったな。うん、次も頼むぞ。ここだ。この先から声が聞こえてくる。この先に進むにはエレベーターに乗るしかなさそうだが。ロックがかかっているな。職員の権限が必要らしい。任せろ。あの端末ハッキングして権限を書き換えてやる。ありがとうナビ。私が絶対に守る。ハッキング始めるぞ。準備は大。It's around the scaffold. There's some lights up here. I don't need you to be up there. ハッキング始める。Yep. よし、やっ。
もう気力が続かない。Yeah. Oh, but how would I go back though? I have to go all the way back to the checkpoint, which is behind all of them. Which means I need to make use of all the items I'm recording. キングもいない、ここ誰もいないわ。それに見てみろ。なんだよ、もう願いができてんじゃねえか。予告状なしに。ソフィア、あなたが来るのを待っていました。Yep. Okay. 今の声一体どこから。お前は誰だ。私は人の真の願いを叶える存在、人が求める安らぎを与える存在。この声ソフィーにそっくりだぞ。どうなってんの。キングが失われたこのジェイル、そこに現れたあなたに興味があります。キングが失われた。ではあの所長は。そうか、このジールはキングが不在だったんだ。だから鳥かごの入り口も開いてて、いろいろとイレギュラーが起きてた。私を知ってたから話しかけてきたわけじゃないのか。ソフィア、あなたは何者ですか。私は人の良き友人だ。良き友人？AI であるあなたが良き友人となってどうするのですか。どうする。あなたの目的は何ですか。目的、それは目的もなくさまよっているのですか。わ、私は。残念です、ソフィア。そのような AI に存在する価値はありません。あなたは無価値なバグ、問いかけに値しない存在です。私は無価値。そう、無価値です。あなたには理解できないでしょう。てめえ、さっきから聞いてりゃベラ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 、うちのソフィーに随分好き勝手言ってくれてんじゃねえか。面出す度胸もねえ、陰湿陰険ジメジメ野郎が。ちょっと、うん、思いつく限りの罵声を浴びせているな。スカル、バグだ、無価値だ、んなことてめえに決められる筋合いはねえ。ソフィーは大事な仲間だ、それがすげえんだ、それが一番なんだ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおいスカル、お口が悪いぜ。だが今は許す。バーカバーカ。あなたたちの主張が理解できません。ムカついたんならとっとと出てこい、ぶちのめしてやる。シャロウ、我が輩たちが相手だ。答えを与え導く、それができて初めて
人を幸福にできる。いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。逃げやがったか。ちょ、なんか出てきた。こいつトラウマルームの。なんでここにいんだよ。セキュリティが目を覚ましたみたいだ。来るぞ。万人が来るぞ。構えろ。おいソフィー、ボケっとすんなよ。一緒にこいつぶっ倒すぞ。ああソフィー、今はこいつに集中しろ。すまない。邪魔だな。ノノ、こいつも使うのかよ。こんな感じ。注意しろ。今まで戦った敵とは同じ攻撃を使えるみたいだ。アワーガーデ、ドカンと行くぞ。ソフィー、うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。ぶっ飛ばせ。大したものだな。撃つぜ。やめろ。せーロール、続けて決めろ。うまくいったね。ぶっ飛ばせ。せー、同じです。鍛え、ミラティ。こいつ手の愛、気をつけろ。フェルソナ。早々に決着をつけるぞ。追ってくるぞ。回避しろ。高い場所ならやり過ごせるぞ。どこかに飛びつけるか。盾で身を守りながら自身を強化か。厄介な攻めだ。今は無理に攻めない方がいいかも。回復の強化に専念するのも手だ。やるぞ。Gave it to the wrong person. これがもう一人の私。よろしくね。よ
敵だな。続きまして、気合い入れていけ。終わりだ。うまい。ナイスジョーカー。弱点にヒット。頼りにしてるね。嘘だ。続くわ。はあ。ウィーンの追撃が炸裂。これだけじゃない。当たれ。ここはペルソナで。なかなかに多芸だな。これでどう？次の動きは予測でき。全部避けるのは難しいわね。守りを強化しておきましょう。行くぞ、キラエ。ジョーカーのスキルがほら、すごいな、ジョーカー。いただいていく。ナビ、ありがとう。行くぞ、キラエ。こういう時は、来い、いただいていく。よし、万人撃破だ。みんな、お疲れ。よし、新技？おめでとう。新しい力に目覚めたみたい。なんとか倒せたな。つか結局あの声って何だったんだよ。声、ソフィーとそっくりだったよね。これってまさか。鳥かごが崩れる前兆ね。急いでここを出ましょう。くそ、いろいろおかしすぎんだろ。はあ、もうほんとここってどうなってんの。ああ、キングではなく万人を倒して鳥かごが崩壊するとは。それもキングがいなかったからかもな。まあこれで願いも解放されただろう。島の奴らも元に戻ってるはずだ。そうあってくれ。もうあんな B 級ホラーな思いはまっぴらだ。みんなごめん。ソフィー、結局私のことは何もわからなかった。無駄なことで振り回してしまった。そうだよ。それにソフィーのことだってきっといつかわかると思う。ああ、それに分かったこともある。あの声に無価値と言われたら悲しいと感じた。だけどみんなが怒ってくれて今度は嬉しいと感じた。その後はずっと今もポカポカしてる。私には仲間がいる。私は一人じゃないって。ありがとうジョーカー。ありがとうスカル、モナ。なんだよ今さら分かったってそれかよ。まあ俺はムカついて怒っただけだしよ。わ、我輩はスカルを止めようとしただけで。おやおや、二人とも照れてるのか。マスクまで真っ赤よ。は、はあ、そんなんじゃねえし。てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くてわからんな。別に照れてねえし。じゃあそろそろ戻ろっか。寂しくて泣いてるかもな。じゃあ現実に戻ろうぜ。帰ってきたらどっと疲れたわ。てかもう朝じゃん。通りで眠いと思った。とりあえずお疲れさん。で
どうだった？キングはドイツだったんだ。やっぱり島の人間か？マリスのことは全父もろもろ後で連絡する。寝かせてくれ。激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ、車の様子を見てきてやる。お前らと違って俺は留守番してただけだしな、これぐらいやるさ。考えてみりゃ、船旅に海水浴にバーベキューに、そこから一気にジェイルだったからな。さすがに我が輩も疲れたぜ。前半は遊びだけどね。だが収穫のあるジェイルだった。あの鳥かごで聞こえた声、誰だったのかな。どうせろくなやつじゃねえだろ、ソフィアの声真似なんかしやがってよ。お、前吉から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて大丈夫だぞ。途中も島の連中は見かけなかった。お前らのおかげかどうかはまだわからんが、とりあえず今は安全そうだ。よかったわ。じゃあ戻りましょう。何もかもおかしなジェイルだったよな。そういえばなぜあそこでは願いが実体化していたんだ。予告状出してなかったのにね。ああそうだ、ボイスレコーダーから察するに、所長は黒幕に願いを渡せと脅されてた。きっとそれが予告状の役割を果たしたんだよ。ゆっくり休めたか。島の人たちの様子は？心配ない、みんな正気を取り戻してるみたいだ。まあ案の定揃いも揃って、ここ数ヶ月の記憶が曖昧だって言ってるわな。そういえばキングがいなかったのに、どうして島の人たちは張り紙したり私たちを襲ってきたりしたのかな。それも含めて実験だったのかもな。あとキングのことだがな、それらしい遺体が見つかった。あの研究所の所長だ。研究所の崖下で死んでいた。名前は生方修造、業界では有名な AI 研究者だったらしい。検視はこれからだが、お前らの話から察するに、おそらく自殺だろう。自殺？あの人もただ黒幕に騙されてただけなんだよね。ジェイル実験から逃れるため身を投げた。そんなところか。時間は経過していたが、遺留品があって助かったぜ。身元がすぐに。なんつうか、ん？おっさんってさ、そういうのを淡々と喋れんだな。ああそうだな、まあそういう仕事だからな。それで遺留品から研究所の鍵が出てきた。これであの中に入れるぞ。鍵って勝手に入っても大丈夫なの？不法に侵入して手に入れたものじゃ証拠能力がないはずでしょ。いや、死体が出た以上関係施設は捜査する必要がある。入っても大丈夫だ。もっとももう何も残ってねえかもしれねえが。え、なんで？しばらく前にトラックが何台も入って慌てて中の荷物を運び出してたって話だ。証拠は消されちまってる可能性が高い。だからといって調べない手はないだろう。何か残ってるかもしれないからな。ああ黒幕の尻尾掴んでやろうぜ。淡々とか。
いつからだったか。おい、何か見つかったか？ダメだ、何も見つかんねえ。ジェイルのジェの字も出てこねえ。あるのは表向きの報告書ばかり。やっぱり手遅れだったのかしら。今更だけど現場保存とかいいのかな。偶然見つけちまったんなら仕方ねえだろうが。今のは聞かなかったことにしましょう。みんな、お宝見つけたぞ。 USB メモリー、所長室にあった。おお、でかした。双葉てか、よくそんなもん残ってたな。そういう大事そうなものって真っ先に持ってかれちゃいそうだけど。でも大事っぽいのは間違いないぞ。引き出しの二重底に隠されてたからな。そんな隠し場所よく見つけたな。まあね、て見つけたのはソフィアだけど。人が物を隠す場所ベスト10をサーチした。褒められた。じゃあ早速中を見てみましょう。行けそうか、さくら。お、パスワードかかってるが、こんな既製品レベルちょちょいのちょいだ。よし、開いたぞ。これは何のリストだ。人名が列挙されているようだが。ここの職員の名簿とかか。違うわ、これここにリストアップされている人たち、みんな各界の名だたる大物ばかりよ。大物？じゃあスポンサーのリストとか。この名前最近どっかで見たような。この吉川ってやつ、数週間前に公文書の改ざんを告白したやつだな。そういえばこっちの人は先月汚職を告白した札幌中央市の市議会議員だわ。それってマリさんが改心させた人？じゃあこのリストって。決まりだな。これは黒幕が改心させようとしている人間のリストだ。なんでこんな大物ばっかり。黒幕の目的って一体何なんだろう。それはまだ分からねえな。ここから先は一旦俺が預かるぜ。このリストをどう使う。ここに上がった奴らの利害関係を一から洗うのさ。この人たちが改心することで一番利益を得る人物、それが黒幕ってことね。そういうことだ。時間はかかるかもしれんが必ず突き止めてやる。張り切るのはいいけど、茜のとこちゃんと帰れよ。ん？だよ、もう分かってるっつうの。しかし今回はいろいろと善吉に助けられたな。家に泊めてもらったし、襲われるのも回避できたし。やるじゃん善吉。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。どこの世界に怪盗一味に入る公安がいるんだよ。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き止めるまでやることがないな。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船かよ。あれ酔うんだよな。じゃあ九州に行ってみない。それならあんまり船に乗らなくていいし、九州にジェイルがないかも確認できるんじゃないかな。ああ、ラーメンは外せないな。俺はもつ鍋を所望する。だからなんで鍋ばっか食いたがるんだよ。お前らは九州だな。分かった、俺は黒幕を追う。突き止めたらまた連絡するぜ。フェリーは検索した。今から行けばすぐ乗れそうだぞ。よし、善は急げだ。準備して乗り場に向かうぞ。なあなあ、
Okay, and that's where I'm going to stop this episode, because, yeah, we're at the end of the Okinawa arc, and apparently we're heading to Kyushu. So, yeah, there's some stuff that needs to be done here before we leave. I need to take care of some quests off screen, and, yeah. Thank you very much for watching. See you in the next episode, so until then.